ビックスバーグ市はアメリカ合衆国ミシシッピ州ウォーレン郡の都市である。ニューオーリンズからはミシシッピ川とヤズー川を遡って北北西に234マイルに位置し、州都ジャクソンからはマニシに40マイルの位置にある。人口の推移を見ると1900年で14,834人。1910年で2814人。 1920年で17,931人、1940年で24,460人となっていた。2010年の国勢調査では23,856人である。ウォーレン軍の軍庁所在地である。ビックスバーグはウォーレン軍全体を包含するビックスバーグ小都市統計地域の主要都市である。1855年のビックスバーグビックスバーグの 地域にはまず、フランス人が入り、1719年、八津川を見下ろす高い崖の上にサンピエール鳥で、今日のレッドウッドを建設した。しかし、先住民族が10年後に、この開拓地を殲滅した。1790年に、スペイン人によってこの地に建設された、軍事基地は、ノガレスと呼ばれたが、アメリカ人が1798年3月に占領した時に、 ウォルナットヒルズと名前を変えた。不規則に広がった地域社会が発展して、1825年にビックスバーグとして公式に姿勢を敷いた。この名前はメソジストの牧師で、アメリカ合衆国の独立について、良心的拒否者、ニューイット・ビックにちなむものだった。南北戦争の時、ここはビックスバーグの包囲戦の場所となり、 北軍がミシシッピ川全体を支配するようになる重要な出来事となった。47日間に及ぶ包囲は市内のものを植えさせて降伏に追い込むためのものであり、ミシシッピ川を見下ろす高い崖の上の陣地は北軍の攻撃にも十分耐えると分かったからだった。南軍ジョンシーペンバートン将軍は7月4日に降伏することで降伏の条件が少しでも良くなると期待した。 その日に兵士たちに武器を置かせ、ユリシーズ・グラントや北軍の部隊が市内に入ることを認めた。ペンバートンは包囲戦中の自分の行動をその後悔やむことになった。ビックスバーグ氏は第二次世界大戦中まで7月4日を祝うことはなかった。ビックスバーグの占領と時を同じくしてゲティスバーグの戦いで南軍のロバート・イーリー将軍が敗れ、 南北戦争の展開点となった。ビックスバーグ市がミシシッピ川沿いにあるために19世紀におけるその評価は川の驚異的な蒸気船の交通によっていた。1881年から1894年の間、ミシシッピ川2859年から1898年まであった著名蒸気船会社アンカーラインは シテオブビックスバーグ号という蒸気船を運航した。1876年、ミシシッピ川洪水でビックスバーグを過ぎる大きな屈曲部が切り取られ、新しい水路を通ることが制限された。アメリカ陸軍工兵司令部が1903年に、ヤズー川の向きを古く浅くなった水路に変え、川岸を蘇らせた。西部への鉄道は、私の蒸気船やフェリーバージに頼っていたが、 1929年に鉄道と高規格道路の複合橋が建設された。これはメンフィスとバトンルージュの間の唯一の鉄道橋であり、ナチェズとグリーンビルの間の唯一の道路橋だった。週間高速道路20号線の橋が1969年にかかり、貨物列車は今も古い橋を使っている。南北を結ぶ交通はミシシッピ川と アメリカ国道61号線に頼っている。1894年のミシシッピ川はコミッションビル1894年3月12日、ソフトドリンクの人気商品、コカ・コーラが地元のカシア・ジョセフ・ビーデン・ハーンによってビックスバーグで初めて瓶詰めされた。今日でも残っている19世紀のビーデン・ハーン、ソーダ瓶はコカ・コーラ記念品の収集化によって付加価値が付けられており、 その菓子店はビーデンハーンコカ・コーラ博物館となっている。ビックスバーグは1927年のミシシッピ大洪水の時に避難民の主要な集合地点と一時的な住まいを提供した。この洪水はニューイングランドの面積にほぼ匹敵するミシシッピデルタを水没させた。この洪水によってアメリカ陸軍工兵司令部の水路実験施設が設立され、 主要な水力実験室となって、川から守る手段を開発した。この施設は、現在土木研究開発センターと呼ばれ、軍事工学、情報技術、環境工学、水力工学及び、地質工学の分野で機能している。ビックスバーグの歴史は、多くの死刑を含む、人種騒乱という傷がつき、1874年12月7日に、 起こったビックスバーグ虐殺では少なくとも50人の黒人住民が殺された。ある証言ではビックスバーグやその周辺地域で最大300人の黒人が殺されたという。この殺人は白人がビックスバーグの選挙で選ばれた黒人役人を排除しようとした結果だった。ユリシーズ・グラント大統領は連邦軍をビックスバーグに送って暴動を沈めさせた。 1875年のミシシッピプランは、ビックスバーグ虐殺の経験から起こった。この計画は、黒人有権者を脅かすものであり、黒人を役人に選出しないようにした。1910年のパノラマビックスバーグは、北緯摂氏32度20分10秒、成形90度52分31秒に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は35.3平方マイル。この内陸地は32.9平方マイル。水面は2.4平方マイルで、水域率は6.78%である。ミシシッピ川とヤズー川の合流点にあたる。ビックスバーグから見たミシシッピ川以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人。 種別人高生年齢別人高校生世帯と家族収入と家計ビックスバーグには公平体の大きな施設が3つある。工学研究開発センター、ミシシッピガー地区本部及びビックスバーグ地域本部である。ビックスバーグ市の教育はビックスバーグォーレン教育区、ビックスバーグカトリック学校及びポーターズチャペル、アカデミーが見ている。ありがとうございます。